バタクは、ブルガリア南西部の町、及び、それを中心とした、基礎自治体、カザルジク州に属する、ペシテラにほど近い、バタク自治体には、バタクと、その他二つの村からなっている。パノラマ画像バタクは、ロドピ山脈の北西の傾斜の上に位置し、標高は1036メートルとなっている。周囲は、 樹齢100年を越す松や桃の木の森に覆われた山々の峰に取り囲まれている。気候は大陸性であるが南からの温暖な風の影響を受けている。バタクは1964年に公式に町となった。バタクの町の人口は4000人を下回っている。バタク自治体は面積においてブルガリアで最大級の基礎自治体であり、 その面積は667平方キロメートルに上り、パザル軸州の15%を占める。また、人口密度の少ない自治体であり、その中には、バタクの町の他には2つの村フォティノボ及びノバマハラがあるのみである。自治体の面積の90%は、濃密な森に覆われている。バタクの町は、ペシテラの南十五キロメートル。 パザル軸州の州都であるパザル軸からは南に3 3トルにある。最寄りの鉄道駅はペシテラにある。聖教会の聖堂聖教会の聖堂。馬卓にはこの地域で最も古い部類の考古学的遺跡が残されている。旧石器時代の物品が1958年に発見された。道具、陶磁器、装飾具、サイの骨などが見つかり、第四期は、 より温暖であったことが確認された。二重の古代トラキア、トラキアローマ、ビザンティン、スラブ人の要塞や聖堂、修道院、トラキア人の墳墓ローマ人の橋、鉱山、製粉所、その他の考古学的な遺産が登録されている。歴史的資料の欠如のため、バタクの正確な起源は知られていない。かつては、チェピノ渓谷で16世紀に起こったイスラム教への 集団強制改修から逃れるために、ブルガリア人が移り住んだのが起源であると見られていた。しかし、バタクの集落はそれよりも、はるかに古いため、この説は帰却されている。この説の裏付けとされたのは、バタクの人々によって建造された、クリチム修道院の泉に刻まれた1592年の、年号や、バタクの人々についての言及のある、 封建領土についてのスレーマン一世の命令書などであった。バタクの故障もまた、その起源は知られていない。伝説によると、セピの族の狩猟、バトイに由来するとされる。歴史学者のヨルダン・イバノフやバシルミ・コフラは、バタクが11世紀から13世紀にかけての、クマン人の集落ポトクであったと考えている。オスマン帝国による、数世紀に及ぶ、統治の間、 多くのハイドゥクたちが、ブルガリア人への弾圧に対する、トルコ人への復讐をした。その中には、ストラヒル・ボイボーダ、デリアル・シェンコ・パヤカ、ゴーラ・ボーダ、トドール・バンシェブ、ベーコ、ヤンコ・キャビロ・コーブ、ミチョビ・ランシェブなどの人々がいた。この間の反乱組織の名前として、ヘイド式スカーラ、ヘイド式ポリアナ、ヘイドシュコ・クロデンチ、セベリン・バラ、カーバブ・チャッチャーなどがあった。 民族復興時代、木材生産、交易、旅館運営などが発展した。住民が豊かになることで、教育は向上した。世俗の学校は1835年に開設され、聖ネデリア聖堂は1813年に建造された。馬クからは、民族復興の中心となった、リラ修道院で働いた、建築家のヨシフ、ニキフォル、 キリルなどの民族復興の人物を排出している。バタクの人々は1876年の4月放棄に加わった。バタクの人々は4月22日にボイボダのペトル、ゴラノフの下、放棄を起こした。4月30日、バタクはオスマン帝国軍やバシ、ボズクと呼ばれる非正規兵らに包囲された。戦闘は5日間に及んだ。最後の拠点は、 聖ネデリア聖堂であった。戦闘が終わると、5000人が虐殺される馬宅の、虐殺が引き起こされ、町は焼き払われて、灰となった。この番号のニュースは世界に知られるところとなった。事件を激しく非難する世論によって、ロシア帝国にとっては、オスマン帝国に戦線を布告しやすい環境となった。 1887年1月20日、生き残ったバタクの人々は、バタクに進撃するロシア軍を熱烈に迎えた。今日、バタクは、歴史的な遺産を多く残す街として現代化され、リゾート、観光の地となっている。バタク水力発電所は5つのダムと3つの水力、発電施設を持ち、1950年代に建造された。 多くのレストハウス、観光施設、ビラなどがバタクダムのほとりに立ち並んでいる。南極大陸のサウスシェトランド諸島、スミス島にあるバタク岬はバタクにちなんで命名された。バタク基礎自治体には、その中心であるバタクをはじめ、以下の町村が存在している。2008年10月8日閲覧。ありがとうございます。